原宿へ流しトピを買い始めました。その名もタピノーカみなさんこんにちは、しおりちゃんじゃんしほとりんです。はい、ということで今回ですね、後ろにあるね、ピノハウスに今回来ているので、こちらに入って撮影してきていると思います。しおりみチャンネル、早速行ってみましょう。ここはね、なんとピノスタジオというところですね。期間限定のピノのスタジオでございます。ここをね、お借りしてクレイジーピノを作っていきたいと思います。はい。どんなクレイジーピノを作るかというと、まあね、あのね、流しタピオカ流行ったじゃないですか。流行ったというか、やったじゃないですか。でね、今回は流しピノをやっていきたいと思います。ディゲーン、欲しいね、これピノ大ファン。じゃあこっち、いいくよ、オープン。お、これはじゃあなんかチョコレートシロップとか、なんか見て、何これ使っていいみたい。なんでいいの。で、ここにもいっぱいトッピングソースがあります。見て、杏仁の、ゼリーとかヨーグルトとか、うん、あとはシロップだ、ね、キャラメル、キウイ、ブルーベリー、イチゴです。うん、で、本題のピノに入りましょう。うん、ピノはね、下にいっぱいあります。下にあるんだ。いい、オープン。おお、すごいでしょ、このピノの山。ピノ超高い。抹茶とイチゴ期間、わかんないけど、抹茶とイチゴ、イチゴと普通のピノ、普通のピノと、いっぱいあるの、巨大の、あー、でっかいやつ、いろんな味のやつだね。え、早くピノ食べたい。はい、というわけでね、ピノを溶かしたので早速入れていきたいと思います。いい感じになったでしょ。ミも入れたい。いいよ、半分かしら。うん、半分入れます。流れるかな。ねえ、ウィーンってボタン押してごらん。いいよ、半分。ね、超こぼしちゃったね。ちょっと、ちょっと流れてるの。全然流れてない。ね、すごい流れた。やったよし、じゃあこれ音ないね。美味しそう。絶対美味しい。絶対美味しいよ、これ。ここはワクワクしちゃった。ピノとかいろんなもの入れていきたいと思います。はい、絶対カラフル、綺麗になります。これさ、飲んでもいい、飲みたい。ストローあるから。ストローある。あ、ストロードリンク。ドリンク、タピオカドリンク。いいね。タピオカじゃないよ、ピノドリンク。ピノドリンク、いいね。みんなで流せよ、ピノタピオカドリンク。ねえ、ピノ食べたい。ねえ、パンにつけるかな。あるのがシュークリームとかマシュマロとかタピオカとフルーツとパン。パン、パン上に乗せたいんだ。クスティック、うん、キャンプファイヤー。じゃあ入れよう。うん、ピノは流れるんでしょうか。ね、流れるんだろう。ピノ流れた、もう最高だ。ね、ピノの中にピノを流す。ここはピノの王国だ。そこに入れるの？いい、ここ。いいよ。カニュー。お、消えた。早くない？あ、なんか今、え、ミミ食べた今。こう、なかなかの勢いだ。ね。トン。イチゴ。ベチ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 。違う種類だ。ピノが一個ある。カニュン。抹茶いきます。カニュン。今ほのぼのちゃんの声みたいだ。嘘、ね、抹茶いきます。食べちゃおう。ちょっとちょっと禁止です、禁止です、禁止です。あ、はい、だけど早速食べていきたいと思います。いただきます。絶対美味しいよ。あ、
味が濃くなるのかな、はい、どうだろうね。ピノでピノをコーティングする、うん、そう、絶対美味しいよ。美味しそう。いただきます。あね、どんどん濃い。ピノの味がね、ピノの味の味になって、味の味どっち、美味しいです。普通のとどっち、こっち。本当だって、まず用意するのも楽しいし、作るのも楽しいし、味も美味しいのでね、こっちをおすすめします。アーモンドの味がしてきたあ、この液体。そう、だんだん味が変わるんじゃない。味変わってる、うん、こちらの流しピノにね、いろんなものを用意しましたので、こちらにつけて食べてきてと思います。はい。どれが一番美味しいと思う？これ。じゃあ食べてみて。私ね、でかい。いい？いいよ。つけます。いる。すごい美味しそう。もうこれだけで美味しそう。いい、食べて。いいよ。いただきます。おー、すごい。食べれる？すごいよ、これ。いただきます。おいしい。うん、ピノの味する。ね、これかなり、ね、みんなでやったら楽しそう。どう？うん、美味しい？ちょっと美味しいですか、リンさん。すごい美味しいですちょっと大きかった。ちょっと入れすぎ、ちょっと大きかったね私も次パン行きたいと思います。見て、うん、あ、絶対美味しい。いただきます。美味しそう。うん、美味しい、すごい美味しいです。ちょっと早くないいい感じ。おいしい。あ、やばいことをしてしまった。どうしたの？あ、パンが流れる。パンが、でもダムになってる。うますぎる、美味しすぎる、最高のおやつ、それがミノだ美味しかった。この溶け感がいいんですから、皆さん、うん、こちら、ちなみにさくらんぼとみかんとパイナップルです。これをピノにつけて、さらにピノでコーティングだね。そうなんです。いただきます。頑張った。うん、ふん、美味しい。ピノです、ピノ。なんかこれを凍らしたくなってきたんだけどそしたら巨大なピノ、ドーナツ型ピノ、ね、ドーナツピノになりそう、うん、コーラスエントリーナンバー11、おっちょーちょおっちょーちょおっちょーちょ、すごい音とか刺さってますね。水車みたい確かにバシャン、歯車に見えてきたタイヤにも見えてきたんだけど、タイヤ3個いった。うん、こちらにね、タピオカを入れた容器があるのでね、余っちゃうので、こちらの溶かしたピノをね、ここに入れてタピオカ&ピノジュースを作っていきたいと思います。美味しいよ、きっと。絶対美味しいよ。だってこれで美味しいもん、この串で。で、最後にその串も添えたら完璧ね。完璧です。お玉がないので、こちらで入れていきたいと思います。これは何を作るんですか、今から。今からあのピノタピオカ。うお、いいですね。ミルクティーみたいめちゃくちゃいいですよ、今のところ。めちゃくちゃいいですよ。お、いいですね。すっごいいいですよ。見た目がもう美味しいでしょ。完璧です。で、次リミノもいきます。リムちゃんが何してるかというと、仮眠中です。あ、来たか実食です。詰まって、あんま怖いね。ちょっと手の前に出てきました。どう？どう？うん、美味しい。きっと美味しい。美味しい。ジョーちゃん、美味しい。めちゃくちゃ美味しい。口
白いやつ食べてみます。うん、おいしい。よくさ、タピオカってさ、ジュース飲んだ後そこにさ、残っちゃうじゃん。そう、残っちゃう。これ、串だったらさ、残んなくていいよね。ね、まとめて食べられるし、おいしい。いいね、これはね。今、大量に入ってる。大丈夫、いっぱい入ってる。流しタピオカ中、イエーイ。流しタピノカ、タピノカね。流しタピノカ、ぜひみんな買いに来てね。グミペア、サンジーラおやつだ。